あなたはつながったって思った経験ありますか？はい、こんばんは。小室ゆりの夜サプリ。あなたの声と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組。今週も30分間お付き合いくださいね。ここからのお相手は誰にも言えない男女の深い悩みを解消しております、男女コミュニケーション心理師、小室ゆりです。よろしくお願いします。この番組はあなたの強みを発見する USP プロファイリング、縁結び恋愛成就のパワースポット西光寺、熊本銘菓いきなり団子七尾庵、 MJ リサーチ総合探偵社、占い癒しところ八雲庵、琉球食系、ゴルファーズプロファイリング提供、沖縄県 FM 宜野湾、神奈川県 FM 大和の2局ネットでお送りしております。つながったって思ったことがつい先日ありました。この番組でもね、ちょいちょい告知させていただいてたんですけれども、2月の11日に開催されました神戸バレンタインラブラン2024、こちらに BNI 神戸東ラジオチーム4人で参加してまいりまして、ここでの一幕だったんです。前日にね、チームメンバーの山内正人さん、エキスパートボイスの相方さんから連絡が来て、この駅伝ってさ、一人当たり1キロ5分30秒で帰ってこないとまずくないっていう連絡が入ったんです。よくよく見たら、それ正解だったんですよ。で、駅伝開会式でも大会委員長が一人当たり平均5分45秒ぐらいで帰ってきてくれないと足切りスタートになりますっていう話が開会式であって、結構ざわついたんですよね。我々すごいふんわりとした感じで、こうね、チームビルディング的にやろうぜみたいな、そんな感じで参加したので、そしたら5分30秒とかなんて走ったことないわけですよ。まずいなまずいなって思いながら、まあスタートしまして、1走が男性、2走が今度女性、3走が私、小室ゆりだったんですけれども、3走スタートした時点で足切りまで40分ぐらいだったのかな。ちなみに小室ゆりが今までトレーニング走り込みをしてきまして、平均の1キロのタイムが8分30秒ぐらいだったんです。絶対無理じゃんって思う、聞いたばっかりに思うでしょ。それでもなんとかなんとか、不思議なものですね、一人で走ってる時とタスキが渡って自分の後ろに渡さなければいけない人がいるって思うとペース上がるんですね。今まで走ったことのないくらいのペース感で走ってるわけですよ。私の走った感覚ですと多分キロ7分切ってますね。で、最後のランナー男性、山内正人さんだったんですけれども、山内さんに渡した時にスタート、繰り上げスタート10秒前で渡ったという経験を今週してまいりました。走ってる時はあと10秒で足切りスタートになるなんてことは全然周りは知ってて、周りはなんかすごいざわついてるんですけど、走ってる本人もう5キロ走ってきてクタクタで全然耳に入らないんですけどね、なんかこう周りがざわついてるなぐらいはわかるんです。で、山内さんがなんかね、なんか不思議な顔をしてたんですよね。いやー、何を思ってたんだろう。今度エキスパートボイス収録の時に聞いてみようと思います。同じくチームとして走ってくださった男性メンバーと女性メンバーにも、あの時どんな気持ちだったの、あと10秒で帰ってきたって聞いてみたいなと思ってます。
誰かにつなぐ何かがあるっていうのは、あ、素敵なことなんだなと思った。そんな次第で、今週の夜サプリもあなたにお届けするためにお話をしていこうと思っておりますので、よろしくお願いします。それでは今週お渡しする夜に聞きたいサプリメントは気になるサプリ。今週の気になるサプリは本当気になります。副上司聞きますよね。これが実は30代が多いというこんな話題、気になりますよね。お渡ししますよ。毎月2週目は探偵サプリ。ご担当いただくのは現役探偵の若梅秀隆さん、 MJ リサーチ総合探偵社から来てくださっております。ねえ、バレンタインですよ、でしたよ、ということで探偵から見たバレンタイン、こちらをお話しくださるそうです。楽しみですね。そして DMM オンラインサロン、その他サブスクリプションが好評中。占い癒しところヤクモアンオーナー萩原ヤクモ先生の占いサプリ、今週は週末の恋愛運占ってくださいました。番組では皆さんからのメール募集しております。番組への感想リクエスト、教えてゆり先生へのお悩み相談、こっそり送っておいてくださいね。メールアドレスは info@friendvillage-c.com、 インフォメーションのインフォ、友達のフレンド、里のヴィレッジ -c.com です。メッセージお送りいただいた方の中から毎月1名様に七尾庵のいきなり団子をプレゼントしております。メッセージには必ずご住所、お名前、お電話番号を明記の上送信をしてください。たくさんの応援メッセージお待ちしております。私小室ゆりが気になったニュースや情報をピックアップしてお届けします。気になるサプリ、今週は弁護士 JP 編集部2024年10月10日配信のこんな記事。性行為中の死亡率高いのは30代男性の意外な事実、本当の危険な情事が起こり得る理由を法医学者が解説、こんな記事がありました。この記事は上野正彦さんによる著書、人はこんなことで死んでしまうのか、観察医だけが知っている死のトリビア、三笠書房知的生き方文書より抜粋してお届けをしております。セックス中にね、死んじゃうこと、一般的に副上司と言われておりますが、これは医学的な用語ではなく、その時の状態を説明する用語に過ぎないんだそうです。正確な死因は心筋梗塞、脳出血など。これって交通事故死と呼ぶのと同じなんですって。ちなみに女性が下になって亡くなったとしても、そこも副上司という呼び方をするんだそうです。男性の場合は心筋梗塞、女性の場合はくも膜下出血が多いそうなんですが、死亡率としては圧倒的に男性が多い。そしてこのセックス中男性の死亡率最多がなんと30代、ご高齢の方が多いのかなと思いきやきやですよ、そうではない。これってね、自分の体をよく知っているし、精力も盛んでお仕事もガンガンやって、でも別な見方をすれば働きすぎ、ストレスが蓄積されている、そんな時に頑張っちゃうと、どうやら副上司というものが裏目に出てくるということらしいんですよ。おまけにですよ、これ私の周りにもいっぱいいる、体力と元気を過信しすぎいるいるいる、食生活もね、まともな生活してないし、寝てないし、生活習慣病になりやすい生活、そんなこと、あ、なんか私喋り方おかしくなってきてるね、ほんと健康っていうものを我流でやりすぎな方が多い、知らず知らずのうちに動脈硬化の下地が作られているようなものだと。さらには酒も飲む、
そんな状態の中でセックスに及んで、統計的にもアルコール飲んだ後、お酒飲んだ後の副上司は3割増しなんだそうです。お酒飲んだ後、酔った感覚でセックスが長引いて、結果心臓血圧に悪影響を及ぼすので、死亡率が上がるということらしいんですね。じゃあ女性はどうなのかっていうと、50代60代自分の体力に合わない若い男性とセックスをした時に多いらしいと。年齢差においては高齢男性にも危険が当然ある。若い愛人とかね、若い5歳さん迎えた後は気をつけましょうねみたいな。あとね、これ意外でした。長い間セックスのなかった夫婦間、久しぶりのセックス、特に激しい行為に及んだ時にも気をつけてくださいねということでしたね。これ気をつけよう、私もこれアドバイスしてあげないといけない立場なのでね。セックスレスからこうね、復活した時に、想像ですけどね、こういつもより頑張っちゃおうかなみたいな、そんな時こそ深呼吸して落ち着いて、今日からもう一回リセックスなんやねんリセックスってリスタートならぬリセックスの時にはやっぱり準備が必要ですよね。なので、俺はまだまだ大丈夫、俺はまだまだいける、私そんなに老けてないって思うのはやっぱり過信なんだなということがこの記事から見えてくると思います。じゃあどうしていったらいいのか、当たり前のことなんですけれども、健康的な、誰しもが分かる健康的でかつ医学的根拠が伴っている健康な生活っていうのを心がけるべきだろうな。しっかり寝る、栄養バランスのいいものを食す、体はね食べ物でできてますからね。そしてストレス発散のための運動をしていく、さらに睡眠のいい、さらに質のいい睡眠を心がける、このようなことで体そして心は整っていきます。私もそうですけど、もうアラフィフです。アラフィフだけでなく30代40代、もう30代過ぎたら健康というものを意識して生活をしていきたいものだなと思いました。もっと探偵を身近に、安心と信頼の探偵事務所 MJ リサーチ。浮気調査から人探しまで、ベテラン探偵の高い調査力をあなたに。詳しくは MJ リサーチで検索、または MJ リサーチ公式 YouTube からお願いします。沖縄初のブランド地鶏、福雪地鶏、8ヶ月の時間をかけ大切に育てています。沖縄の自然の恵みをあなたへ。インターネット検索は福雪地鶏。あなたの生きにくさは変えられます。四柱推命、行動心理学、USP コンサルティングを合わせたカウンセリング、プロファイラーお二人があなたの生きにくさを解消します。USP プロファイリングで検索。縁結び恋愛成就のパワースポット、西光寺。境内を覆う大楠と薙の木は、恋愛成就と縁結びのパワーを持つと言われ、ご利益を求めて、県内外から参拝に訪れておられます。徳川家ゆかりの文化祭の宝庫、静岡県磐田市西光寺。 USP プロファイラーの押谷光三とゴルファーズプロフェッサーの石渡俊彦がお送りするゴルファーズプロファイリング。この番組はゴルファーに自分らしく一生涯ゴルフを楽しんでいただくためのサポートを目的としたプロファイリング番組です。毎週日曜 AM11 時からFM ギリワンで放送中です。お聞きください。毎月2週目は探偵サプリ、ご担当いただくのは MJ リサーチ総合探偵社
現役探偵の若梅秀隆さんです。今月はバレンタインの実態について探偵の目線からお話しくださるそうですよ。それでは若梅さん、よろしくお願いします。皆さんこんにちは。探偵サプリを担当する MJ リサーチ総合探偵社、調査歴20年現役探偵の若梅です。探偵サプリでは気になる探偵事情や男女問題に関わる調査事例などをお話しさせていただいております。今回は探偵が教えるバレンタイン浮気の実態。2月14日はバレンタインデー。女性から好きな男性にチョコを渡す日と言われています。学生の頃なんかはこのバレンタインチョコがもらえるかと、そう非常に期待をするようなイベントでしたけど、ですけれども、探偵になってからはこの時期クリスマスに続く探偵の第二繁忙期です。朝から晩まで浮気調査が入って、やはりこの時期のこのバレンタインっていうのがちょっと嫌になってきました。バレンタインはクリスマス同様ですね、浮気相手と一緒に過ごすことが非常に多くなります。浮気している人はこのようなイベントでお互いを確かめ合ってるのかもしれないですね。バレンタイン前後になると無理してでも浮気相手に会おうとして、大胆な嘘や、急な予定などで用事を作ります。女性からのプレゼントなので、自宅にですねプレゼントを置いたり、チョコを置いといたりすると気づかれてしまうので、接触する当日、相手と会う当日にチョコやプレゼントなどを購入してから浮気相手に会ってそのプレゼントを渡すっていうことをしてったりします。バレンタイン当日にプレゼントだけを渡しといて、でバレンタイン前後の日程で、例えばホテルに行くとか宿泊するなど、わざとその当日には会ってしまうとバレてしまう可能性があるので予定をずらす傾向が多いです。バレンタインのプレゼントにもいろんなものを渡しますけれども、今までこの探偵をやって経験でですね驚いた内容としては、女性の対象が自宅から出るときはもう普通の服装だったんですけども、浮気相手に会う直前に、トイレに入って、トイレから出てきたらなんか少しさっきと雰囲気が違うなと思ったら、その対象のですね髪に赤いリボンみたいなものがついてまして、さっきまではなかったのに、これは私がプレゼントっていう意味だったのかもしれません。でその後やはりですね、ホテルにそのまま対象と浮気相手が入っていく、そういったの証拠を撮って、でやはりリボンがついてる証拠写真なんかも撮りましたので、後々ですねその報告書を依頼者さんに渡して、対象に直接見せたら、非常に後悔するだろうなと思いました。でこの時期の、例えばクレジットや、交通系のスイカの履歴などで、この前後の日程で怪しい履歴があるようであれば高確率で浮気の可能性が高いです。で今回は探偵が教えるバレンタイン浮気の実態をお話しさせていただきました。調査依頼のご相談は MJ リサーチで検索、また MJ リサーチ公式 YouTube もご覧になってください。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。私がプレゼント、ごめんなさい、これねわかるって思っちゃったんですよね。女心ってやつです、女子心ってやつね。えいや、チョコレートもプレゼントもいいの、でも本質のプレゼントは私自身なんですっていうのは、過去やったなっていう記憶は今思い出しました。お恥ずかしいや、はい。パスもスイカ、交通系カードの履歴気をつけていきましょうね。若梅さん、ありがとうございました。ベテラン探偵の高い調査力を適正な価格で提供します。弁護士や夫婦問題カウンセラーへのご紹介でアフターフォローも万全です。まずはお気軽にご相談ください。インターネット検索は MJ リサーチ探偵、 MJ リサーチ探偵でお願いいたします。また
MJ リサーチ総合探偵社が管理運営する YouTube チャンネルもどうぞご覧ください。踊れ踊れ私の占いサブリ、 DMM オンラインサロン、その他サブスクリプションが大好評です。占い癒しところ薬務庵オーナー萩原薬務先生監修によるあなたの恋と愛に役立つ週末の占いサプリ、今週も十二星座で占っていきます。星座別の恋愛運です。バレンタインの楽しい一日に役立ててくださいね。それではセクシーに参ります。おひつじ座、合同力抜群のお羊座さん、手を握って寒かったのって言えるのもあと少しよ。お牛座、恋の確定申告は忘れずにね。じらしながらホワイトデー先取りで美味しくじっくりいただくわ。双子座、明るく振る舞っていてもたまにはリードされたい時だってあるのよ。スカイツリーの夜景をおねだりしちゃおうかな。カニ座、毛布やお布団のお手入れを考え始めている頃ね。二人きりの世界でサービスしてあげる。獅子座、お仕事も恋愛も焦るのはもったいないわよ。堂々と胸を張って新しい下着買ってみるのもいいわね。ねえ、見たい？乙女座、準備運動は終わったかしら。細やかな気遣いもテクニックもそろそろ見せてくれたっていいんじゃない。本番にしかわからないことがあるのよ。天秤座、バレンタインで準備は万端かしら。3月まで待たなくても素敵なことが返ってくるわ。半身浴でもしながら何をしてあげるか考えてね。サソリ座、身近なところに出会いのチャンスがありそう。隠してもそのフェロモンが思わず出てしまうのよ。あなただけを狙い撃ちしたいのにな。いて座、こう見えて寂しがり屋なところもあるのね。一緒に旅行でも行きたいわ。二人なら星空でもベッドの上でもきっとね。ヤギ座、真面目なあなたは SOS をもっと上手に使いましょう。ダメ、やだ、できないわ。使い方次第で武器になっちゃうのよ。水亀座、 SF 映画のように忙しくなりそうなこの週末、ベッドシーンはハリウッド並みに楽しませてくれるわよね。魚座、あなたらしさをトライ&エラーの週末かも。あなたの愛の海で二人とろける時間を過ごしましょう。占い癒しところ薬務庵オーナー萩原薬務先生の鑑定にご興味のある方は、占い、タロット、薬務、漢数字の8に空の雲と検索をしてみてくださいね。今週の占い執筆担当は大久保の占いエレナのタロティスト、恋の日と書いて蓮華先生でした。ありがとうございました。
あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組、小室ゆりの夜サプリ。今週もエンディングのお時間となりました。来週は女風サプリ、名古屋で活動中の女風セラピストゆずきさんに様々なお話を聞かせていただいております。皆さんもへえそうなんだっていうことたくさんあるんじゃないですか。楽しみに待っていましょうね。そして FM 大和さんでオンエア中の毎週日曜日21時から30分間サンデーナイトドリーミン、メインパーソナリティのりょうさんとサブパーソナリティのカメさん、こちらの番組にお邪魔してまいりました。オンエアは2月の18日、来週日曜日ですね。FM 大和をお聞きのあなた、お聞き逃しのないように、2月18日、日曜日、21時はしっかりと FM 大和を開いておいてください。さらに、神奈川、そして東京にお住まいのそこのあなた、3月1日朝6時、小室ゆりとお会いしませんか？横浜西口倫理法人会にて講話させていただきます。テーマは元セクシー女優の使命、このようなテーマでお話をさせていただきます。私の半生、そして今何を使命として活動しているのか、ぜひお耳をお貸しいただきたいと存じます。3月1日金曜日朝6時から横浜西口倫理法人会にて講話です。詳細は横浜西口倫理法人会、横浜西口倫理法人会、こちらまでお問い合わせをお願いいたします。ここまでのお相手は、誰にも言えない男女の深い悩みを解消しておりますあなたのためのパーソナリティ、男女コミュニケーション心理師小室ゆりと、あなたの強みを発見する USP プロファイリング、縁結び恋愛成就のパワースポット西光寺、熊本銘菓いきなり団子七尾庵、 MJ リサーチ総合探偵社、占い癒し処八雲庵、琉球食経、ゴルファーズプロファイリングの提供でお届けいたしました。この後はうまくで嫌なわらばな演芸集団 FEC オフィス所属のお笑い芸人さんが笑いやしゃべりを極めて FM ギノワンの人気番組を目指します。 FEC チューン堂、水曜日の担当は日賀亮斗さんと付着帰りさんのコンビ、デコボコトラベリングのビッグスモールです。最後にあなたにお渡しする夜に聞きたいサプリメント、恋の名言はこちらです。成功するところまで続ければそれは成功になる、日本の実業家松下幸之助の名言です。成功って人それぞれ価値が違いますよね。もしかしたら私にとっての成功はあなたにとっての成功ではないかもしれないけれども、私が成功したと思えばそれが成功なんだと思います。あなたの恋も諦めずに最後まで、成功まで走り続けてくださいね。来週もあなたが元気になれる夜サプリ用意して待っています。忘れずに取りに来てくださいね。あなたにいてほしいから、大きな声じゃ言えないけれど、これからも私らしく、ああ私からあなたに